everyone. I'm Susanna. Welcome to my channel. はい、皆さん、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。というわけで、ちょっと久々なんですけれども、こちらの方眼編みが、一通り編み終わりましたので、今からエジングを編んでいきたいと思います。エジング、とってもシンプルなエジングにしておりますので、多分皆さんも、簡単に編んでいただけると思いますので、ぜひ皆さんもエジングまで一緒に編んでいただけたらと思います。もちろんね、このままでも綺麗なので、あとこのあたりに何周か、細編みを入れるか、あるいは長編みを入れていただいてもいいのかなという気はするんですけど、エジングを入れてみたいわという方のためにエジングを入れていきたいと思います。では早速始めていきましょう。はい、ということで、見えにくい場合は、ズームしていただければ、ズームできますので、そちらでご確認いただければと思います。では、早速編んでいきたいと思いますね。まず、立ち上がりに鎖を1、2、3。で、これで長編み1と数えるんですけど、さらに鎖を1、2、3ということで、これで長編み1と鎖3というふうに数えます。続いて、今これ、最後の長編みを入れたところですね。はい、こちらの目に刺しますね。刺したら、はい、今まで通り、延長長編みを編みます。ちょっとギュウギュウってごめんなさいね。なんか、水分がついてるのかもしれない。はい。で、長編みを入れましたら、続いて鎖を3目入れます。1、2、3。鎖が3目入ったら、はい、この長編みをスキップして、こちらに、目がありますよね。この刺した目がありますので、刺した目に刺していただいて、引き抜いていただきましょう。はい、引き抜けました。引き抜けたらまた鎖を3目してください。1回、2回、3回。そしたらまた次、ここですね。ここに長編みがありますので、長編みの目に刺していただいて、で、延長長編みを入れる。延長長編みが入った鎖を1回、2回、3回入れていただいて、また同じ長編みに戻りまして、ここの同じ長編みに延長長編みを入れていただきます。キュッキュ言ってる。はい。で、編めましたら鎖を1、2、3回編んでいただきますね。そしたら続く隣のこのまたマス目の境ですね。この方眼のところに引き抜きます。はい、こうしますとこのような形で、シェルのようなこう丸いスカロップができますね。で、これを全体に入れていきます。もう一度一緒に、1、2、3。そしたら次の方眼編みの目ですね。ここに方眼編みの目がありますので、刺していただいて、長編みを編んでいただきます。で、鎖を1、2、3。入れたら同じ目に戻りまして、はい。戻してきて、で、はい、長編みを入れます。そしたら鎖を1、2、3入れます。そして次の方眼編みですね。次の方眼編みの目に刺して、引き抜いて、引き抜いて、はい。このような形で、はい、こういう形のスカープですね。ちょっと可愛い、繊細なエジングになると思うんですけど、これを入れていってください。まず角に行く前にここに糸端があるんですけど、この糸端ですね、やっぱりちょっと邪魔になると思うので、隠しておいていただいた方がいいかなと思います。基本的には目の中にしか入れませんので、この空白の中の鎖っていうのは、基本的には使わないんですけど、
それでもやっぱりちょっとこの中に通しておく方が、まあ、補強にもなりますし、いいかなと思いますので、このような形で、ここは鎖が入ってる部分なので、一目一目丁寧に入れておいていただけると、まあ仕上がりそんなに気にならないんじゃないかなというふうにも思います。で、ある程度のところまで来ましたら、この中に隠してしまうのも一つかなというふうにも思いますので、そのあたり、まあ、私あんまり糸端の隠し方そんなにほど得意ではないので、上手にね、いろいろ細かいところまで、うまくなさる方もいらっしゃると思うので、まあそういう方のテクニックをご参考にしていただけるとよろしいかなというふうに思っております。で、それでこのように編み目のところまで来ましたら、編み目の中に通していただいて、今これ裏側からなんですけど、裏側でやっていただくのがよろしいかなというふうに思っております。ここからこう持ってきてるんですけどね。はい。こういうちょっと緻密な作業っていうのは、ちょっとのんびりしたい時とか、なんか、ぼーっとしたいなっていう時に、何も考えずに無心でやるのがすごくいいので、そういう気分の時にやってしまうと、ここだけやっといてしまうとね、結構楽じゃないかなと思うんですけど、もう一つぐらい通しておこうかな。で、通して、ある程度通しましたら、途中で U ターンをかけてあげます。で、U ターンかけてあげることによって糸の向きが変わりますので、例えば、今こっちに向いてる場合、こっち側の動きに対してはすごくやっぱり弱いんですよね。なので、ほどけていく可能性はあるんですけど、これで、ここに一本ちょっと、こう間にね、一本、かわして、それで、U ターンかけてあげますと、その瞬間にロックがかかるので、ちょっとうまく通るかどうか。通ったかな？通りましたね。はい。で、これでもう U ターンかかったら、締めれば締めるほど、こっち側も締まっていくので、締めれば締めるほど締まっていく形になるので、U ターンをかけてあげるっていうのを一つ覚えておかれると、テクニックとして、すごく、便利になると思います。で、今回私糸呼ばり、針を使ってないと思うんですけど、まあ面倒くさい時は別に、かぎ針でもいいんじゃないかなというふうに思いますので、で、心配な方はもう一周された方がいいと思うんですよね。で、その時にもうここを何回も使ってると、やっぱり太くなってくるので、そういう時は、今度は違う段に移ってあげる。で、この場合だと、ま、下でもいいかなと思うので、下に移してあげる。で、後ろのこの目立たない部分を取っていって、この中に糸を隠しながら進めていって、こうですね。で、ここまで来たらまた、今、こう来て、こう来たので、続いてまたこちらですね。に向かった方がうまくいくので、そういう場合は、ちょっと引っかかりやすそうなので、一本ずつ行きますけど、ここも通ったところの一本かわしてるんですけども、一本かわしておいてあげてもいいし、さらにもう一本引っ掛けておいてもいいし、そのあたりはご自由にしていただいたらいいと思うんですけど、こういう形で、向きを何回か変えてあげる。もうそれだけでどん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 やっぱり補強の効果、糸端は取りにくくなるので、そういう感じでしていただいたらいいかと思います。そんなに何目も何目も隠さなくてもいいんですけど、まあまあ、そういう感じで、
で、ここまで来たら多分ほどけないので、そしたらあとはちょっとこのあたりの中に、やっぱ多少ね、ちょっと後ろの方に一回糸、このところにかましておいた方がいいと思うので、かまして、糸が落ちないようにして、そしてカットされるとよろしいかなと思います。のんびりやっておりますけれども、編み物っていうのはちょっと多少のんびりでもいいかなという気はしますよね。はい、糸をカットしました。で、ここにね、糸端があるんですけど、ちょっと若干2ミリほど残しておいて、ほぐしてペタンとこのあたりにしておきますと、まあ、よりほどけにくいかなという気がいたします。あら、私間違えて表側やっちゃったかも。表側に隠したかもしれない裏側かな、表側じゃない、これもしかして。まあ表側だけどいいや、ちょっと間違えたけど表側になってますけど、まあまあこれぐらいならいいとしましょう間違えるね、ちょっとやっぱりなんか違うこと考えてやってたのかもしれないな。はい、まあいいや、まあそんなに目立つとこじゃないんで、ここは。はい、ということで、皆様のなさるとき、表か裏かちょっと確認してからしてください。私は失敗しちゃったけど、なんだろうな、ちょっと今日はダメな日ですね。まあ、あんまり目立たないからいいや。はい、それではお待ちかねの角の編み方を説明したいと思います。まず、鎖3目で、はい、編んでいただきましたら、ちょっとここ隠しましたけれども、1、2、3番目ですね。どちらから数えても3番目の目がありますので、その目に刺していただいてですね。で、延長長編みを編んでいただきます。はい。で、そうしましたら鎖を3目入れます。で、また同じ目に戻って、で、延長長編みを編んでいただきます。で、ここなんですけど、先ほどもちょっと試したんですけど、特に増し目をしなくても綺麗に角が編めましたので、このまま角を編みます。ということで、鎖を3目いたしまして、3目できましたら、はい、次のこの、長編みの目ですね。こちらに引き抜きましょう。こういう感じ。で、続いてまた同じように続きを編んでいくだけなんですよね。なので、今回は特にその増し目っていうのを作ってないので、角がそのまま編めるという利点があるので、すごく楽だと思います。で、同じようにあとは編んでいっていただいて、そしてはい、残りも同じように編んでいきましょう。はい、こういう形ですね。特に何も編み目を作ってないんですけど、まあ綺麗に入ってると思います。これちょっと表側に隠しちゃったんでうまくいかなかったけど、裏側に隠してたらもうちょっと綺麗だったと思うので、はい。まあそれでも表側でもそんなに目立たないので、まあまあ、ちょっと私は失敗しちゃいましたけど、皆さん裏側にしていただいたらもっと目立たないので、綺麗にいくと思います。こういう感じですね。逆に裏側から見るとこういう感じでほとんど、わからないと思います。はい、いよいよ最後まで来ましたので、最後を編んで終わりたいと思います。
画面越しにね、ちょっと編めたらいいんですけど、ちょっとそんなに、よいしょ、うまくいかなくて。で、ここで、まず引き抜いた後ですね。はい。そしたら、ここ最初、立ち上がりに鎖6目入れてますので、鎖を1回、2回、3回入れましたら、鎖の1、2、3番目ですね。で、1、2、3番目。はい。3目残しで、はい、鎖1目入れて、出来上がりとなります。で、まあこれも今ここが表なんですけど、裏側に糸を隠しまして、でその後はちょっとこうスチームを当てたりしながらブロッキングですね、ブロッキングしていただいて、こうちょっと寄り気味になる目をですね、結構この辺の目とか編み目とかも結構くるんとなりやすかったりするので、それを整えていただいて、今手でもだいたい整いますけど、その後にやっぱり軽くアイロン当てておいていただいた方が綺麗になると思いますし、一度綺麗にアイロン当てて形をしっかりと固定しておきますと、後々ね、後々のお手入れが楽なので、その後もあれですね、このお洗濯した後にきちっとこう目を整えて干してあげると、後でその仕上げのハンカチも楽になると思うので、そういう感じで、まあちょっとこうお家でね、家族で団らんしながら、こういうふうにちょっとキュッキュッキュッとこう揉んでおいていただいたり、糸始末をしていただけるとよろしいかなというふうに思います。今こうやって喋ってるだけでも結構ワンサイド終わったの で終わるだけで結構綺麗にこうね、エジング入りますので、はい、こんな感じでちょっとスカロップ型のエジングを入れておりますので、それをまああれですね、こうちょっとここをねちょっと引っ張ってあげる、この縦が割とうまくいかない時もあるので、引っ張ってあげて、こう目をね、こうねじれてる目をちょっと戻してあげる、それだけで結構変わりますので、そういう感じでやっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。もう喋ってるうちにどん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 行くので、はい、ということですね。で、先ほどと同じ要領で最後の糸端を隠していただいたらいいので、最初から最後まで一本もあの糸を切っておりませんので、最初と最後の2回だけの糸の始末になるので、結構すごく簡単じゃないかなというふうに思います。はい、こういう感じ。おっと、揺れてごめんなさいね。ちょっと低かったね、位置が。こういう感じです。はい、ということで、ちょっとまだ糸端は途中までしかできてないんですけど、ちょっと衝撃的なニュースを読みまして、ってなって手が止まってしまってるうちに。なんですけど、まあ、これ仕上げておきます。で、こちらですね、測りましたら、だいたい 50g ちょっとあったので、これが、一玉 80g なので、多分2枚は足りないなということで、1枚しか編めませんでしたけど、また違う糸を用意して編んでみたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ブロックした様子をまたご紹介できればと思うんですけど、こんな感じで、はい。こんな感じですね。どんな感じ？こんな感じ？ということで、はい。よろしければ皆さんも編んでみてください。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.